関口流抜刀術のご演武でございました。続きまして第2会場、天真正伝香取神道流兵法、天真正伝香取神道流兵法のご演武、飯笹安貞先生ご一門のご演武でございます。天真正伝香取神道流兵法、日本武術の源流天真正伝香取神道流は、飯笹長威斎家直を流祖として下総の国香取に地に伝承する武術である。その後連綿と続き、現在20代目宗家飯笹海底先生に至っている。その間有名な門流には上泉伊勢の神、塚原土佐の神および牧伝、松本備前の神、諸岡一波斎、秀吉の軍師竹中半兵衛、伊庭軍兵衛などなど枚挙にいとまがない。当流には剣術、居合術、柔術、棒術、槍術、薙刀術をはじめ、軍配法、築城法、天文地理、陰陽気学までに至る総合武術として、古来より軍学者や武将たちが学んだ膨大な修行法が残されている。稽古中武器と武器が激しく当たります。それは他から型を盗まれないためである。また一本ごとの型が非常に長く作られている。昭和35年千葉県無形文化財に指定されています。第一会場は石五郎流柔術、石五郎流のご演武でございました。
第一会場は続きまして小野派一刀流剣術、小野派一刀流のご演武でございます。この派一刀流剣術、室町時代伊藤一等斎景久によって創始され、御子神天禅改め小野次郎右衛門忠明によって継承された。忠明は徳川秀忠の指南役となり、一刀流の理念と技法を確立し、真剣、羽引き、木刀による組を編み大成した。さらに忠義により技が加えられ今日に至っている。一刀流は将軍家、津軽家、諸大名官に伝わり、日本憲法の代表的流儀となった。一刀流には多くの支流があり、それらと区別するため正統を小野派一刀流と呼ぶ。一刀流は流路無下、一刀即万刀などの教えに示されるように、無理なく、力まず、とどまらず、しかも厳しく一刀に対処するところに特徴がある。いわゆる切り落としの極意である。
第2会場は天真正伝